中古車販売大手ビッグモーターの店舗周辺で街路樹が枯れていた問題で同系は今朝札幌市内の2店舗に家宅捜索に入りました段ボールなどを持った捜査員が続々と店内に入っていきます今朝同系が家宅捜索に入ったのはビッグモーター札幌清田店と札幌厚別店の2つの店舗ですこの2店舗をめぐっては札幌市が 先月、ビッグモーターが店舗付近で除草剤を使用して、街路樹6本を枯らしたとして、器物損壊の疑いで警察に被害届を出していました。札幌市は2つの店舗の前の土を同型に提出し、分析したところ、土からは除草剤の成分、グリホサートが検出されていました。警察は家宅捜索でで資料ななどどをを収し、し街路樹が枯れた詳しい経緯などを調べる方針です。